最近ボトムハンドの使い方、前の手ですね、ピッチャー側の手の使い方、特に肘の動作、これが体の側面に抜けてしまう、これが引きすぎてる状態ですね。これをどうしても改善できない、直せないっていう選手がね非常に多くて、私の方にもコメントがたくさん届きます。で、うちの動画でも昔プルエルボーというスキルが、今もこれは大事にしている部分なんですが、プルっていうのは引っ張る動作になります。ボトムハンドの手は、リードアームと言われて、振り出しの部分での、スイングの先導をする役割になります。先導をするっていうところでリード、引っ張る役割になりますね。キャッチャー側からこのボトムハンドの肘から前に出ていくことで、グリップが残ってヘッドが残って、回転動作とバットスイングが連動していく。でこれをどうしても意識しすぎるあまり、体のこう側面よりも前に肘が抜けていってしまって、体が回転していくときにはもう右バッターでいうとレフト方向とかファールゾーンに向かって肘が抜けてしまっている状態。そうすると外のボールにスイングが届かないという結果になってしまいます。そんな中で今日は完全に新しいスキル、エルボープレーン、これを紹介します。プレーンっていうのは平面、面のことを指していきます。このボトムハンドの手が、振り出しですね、上がっていった時に胸とボトムハンドの前腕、このところに膜ができるような形で、この膜がどういう角度を保っているか、ここの解説になっていきます。で一つ言うと、ボトムハンドの肘は上げない、もうここがすごく大事なポイントですね。で反対に脇を締める動作ですね、これも NG 動作になっていきます。脇を締める、脇を上げる、この2つの動作両方ともいらない。なのでなるべく自然な形でエルボープレーンを作っていくというところが大事になっていくんですが、じゃあその自然にっていうのをしっかりドリルの中で習得していく、どういう動きのメカニズムがあって正しくプレーンが取れるのか、平面を作れるのかというのを覚えていかなければなりません。でその中で今日はですね、まず一つボールのドリルを紹介します。ボールですね、野球ボール、まず一つ用意していただいて、これをトップハンド側の肩にボトムハンドの手を使って設置します。一つはツイスト動作、ボールをキャッチャー側にコロコロコロと回しながら腕がひねられているような状態ですね、これを作っていきます。いわゆるこれが振り出しの部分のツイスト動作、上半身の胸郭部、胸のラインですね、がひねられていく動作になっていきます。よくツイスト、振り出しのひねりを行うときに、腰からまたは足の膝元からキャッチャー側にひねっていってしまうと、この大事な腕の部分でのひねり、胸郭部でのひねりが取りにくくなってしまいます。どちらかというと下半身は回転動作を行った状態、例えばですがつま先と膝をピッチャー方向に半分向けた状態で、このボトムハンドのロール、ツイスト動作を、こうボールをコロコロコロ転がしながらツイスト動作を行っていくと、これが連動できるといいですね。後ろ足のつま先と膝がピッチャー方向に少し半分向いていきながらボールをロールしていきます。このボトムハンドのキープがあることによって、振り出しの部分でツイスト動作を作ることができます。そしてここからの回転動作になっていきますね。胸が回っていくときに、今日の大事なスキル、エルボープレーンが完成していきます。基本的にはこの胸のラインにボトムハンドの肘が上がっていく動作になるわけですね。ここでグリップが胸の高さに合わさっていきます。これと同時にバットヘッドをしっかりコントロールすることによって、グリップ、そしからそれからバットヘッド、バットの芯が強ラインに一線に揃っていくので、このまま回転動作が連動していくという形になります。その時のこのエルボープレーンになっていくわけなんですが、最初にも言った通り、肘を上げていくわけでもなければ、もちろん脇を締めていく動作も NG と
いうところで、一つ大事なポイントはやっぱり回転動作になるわけです。どういうふうにボトムハンドの肘が胸の高さまで上がっていくか、この脇が開いていく動作が行われていくかというと、今やったひねりツイストを作ったところから今度、回旋動作、トップハンド側の胸が前に出ていくことによって押し出されて脇が開いていくという形ですね。手をキャッチャー側にとどめたまま後ろの肩を前に回していった時に、前の肩が少し上に上がっていって、それに合わせて肘も上向きになっていくと。でこのラインを作っていくのが体の回転動作とエルボープレーンの連動になります。少し大きいボールを用意しました。このボールをトップハンド側の肩に設置して、これをキャッチャー側にコロコロと転がします。この時には例えば下がってても全然問題ないですね。テイクバック動作になっていくので、下がりながらでも OK です。ここから回転動作、トップハンドの、まあ、例えば手を前に出していきます。ちょっと低いですが、レバーをピッチャー側に倒すように胸を前に出していった時に、手の位置をトップハンドの方にキープして、またさらにボールを転がすことによってボトムハンドの肘が上がっていく。これが胸の前に肘が上がっていってプレーンが完成する状態になります。ここで振り出しを作っていきます。もう一回いきましょう。ツイストして回旋動作に入った時にプレーンが完成する。上腕の後ろ側、ここら辺の筋肉が非常にストレッチが効いていくのが感じられます。そうすることによってバッティングにおいて一番大事なひねり、そしていわゆるためと呼ばれるようなボールを待っている時間をしっかり作ることができます。まあ悪い例として、これが逆に胸を回転させていくときに、このボールがまた胸の中心位置に向かって回転していってしまうと、肘が引っ張られる動作になっていきます。まあ引かれていくのが、これは下側だと脇が締まりやすくなってダウンスイングになりますし、これを引っ張る動作を肩を下げながら上に向かって、これもボールは、体の中心の方に転がっているような状態ですね。そうすると肘が、自分の体の側面よりも外側に逃げていって、バットヘッドが下がりすぎて、前にバットの芯が出にくいスイングになってしまいます。いわゆるアッパーの、過度なアッパースイング軌道になってしまいますね。最後にバットを持ってスイング動作まで入っていきましょう。最初はボトムハンドでボールをホールドして、ここからツイストしながら胸を回転させていってプレーンを作ります。このままツイストしていった時にバットをホールドしてプレーンを作りながら、きついですよ、スイングに入っていくという形。そうするとキャッチャー側でしっかり手を残すことができますので、ここからスイング軌道に入った時にバットヘッドと回転動作が連動していくような形になります。非常に多いですね、ボトムハンドのプル動作、体の側面よりも前に出ていってしまう。どうしても振り出しで引っ張っていって腕が伸びていかない。で、外の変化球投げられると空振りしてしまうというような選手。ぜひですね、このキャッチャー側へのボールのロール、ちょっともう一回最後にやりますか。
大きいボール、小さいボール、何でもいいです。キャッチャー側、トップハンド側へボールをロールさせて、もう一つ胸が回った時に前の肘が押し出されて上がっていく。ここにバットのスイングのコントロールですね、入っていって振り出しを作っていけると非常に、体の回転動作と連動していくんじゃないかなと思います。まず一つですね、こういうドリルやってみて、その上でね、また前の手の使い方それでもわからないという方、例えばね、後ろでツイストを作ろうとすると今度バットヘッドがこの離れてしまうとかね、いろんなまた違うポイントもね出てきたりするので、そういったところで他の動作との連動性含めてね非常に重要になっていきます。一つまた参考になればなと思います。またわからないことを実践してみての気づきなど、あればですね、コメントいただければお返ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。あとメンバーシップの方でさらに詳しく、スキルについて解説していますので、ぜひそちらもですね有料になるんですが、ご登録いただいて視聴していただければなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。